ある日、母猫と離れてしまった2匹の子猫が里親の家にやってきました。2匹の子猫はとても元気で、大きな声で泣きながら兄弟仲良く遊び始めたそうです。この家には3歳の猫のコトという猫がいます。コトはこれまで母猫のいない子猫たちの母親代わりとなり世話をし続けてきた、とても愛情深い猫です。そして2匹の子猫たちの声を聞くと、いつものように子猫たちのもとへとやってきました。しかしコトはすぐには子猫に近寄ろうとせず、元気に遊ぶ子猫たちをじっと見守っていました。その後、コトは子猫たちの匂いを嗅ぐと、そのまま抱き寄せ彼らの体を掃除し、私がお母さんの代わりになってあげると、コトはその瞬間子猫たちの母親代わりとしてお世話をする決心をしたようです。それ以来、コトはどんな時にも子猫たちから目を離しませんでした。子猫たちが危ない目に遭わないようにしっかり見守りました。コトは子猫の耳のお掃除をして、顔や体をきれいにしてあげます。すっかり本当の親子のように仲良くなったコトと2匹の子猫ですが、ある日お別れの時が来ました。元気に成長した子猫たちはある日、別の里親が見つかり、新しい家で暮らすことが決まったようです。コトは2匹との別れを察すると、最後に子猫たちを強く抱きしめました。これからも幸せになってね。現在コトは一家のお家にやってきた別の子猫のお世話に励んでいます。2匹の子猫とお別れをした後も、コトは身寄りのない子猫たちのお世話を続けていくようです。コトは保護された子猫たちが母親の愛情を必要としていることを分かっているようです。心優しいことお母さんに出会った子猫たちは、たくさんの愛情を注がれて元気に育つことができて本当に良かったですね。猫はとても母性本能が強い動物で、自分の子供を愛情たっぷりに育てるのはもちろんのことですが、自分の子供でなくても育てることがあるようです。例えば育児中の母猫のそばに子猫を置くと、我が子と分け隔てなく世話をするのだそうです。縄張り意識が強い猫ですが、子猫には喧嘩をしないと言います。もちろん性格にもよるとは思いますが、病気の猫のそばに寄り添ったり舐めてあげたりと、特に弱いものに対して猫は母性本能が働くようです。ことちゃんは子猫たちの母親代わりをし続けているので、とても母性本能の強い猫のようですね。これからも保護された子猫たちにたくさんの愛情を注いでいってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。